お世話になりますということで、はい、ガチのやっとです。まあ今週ですね、水曜日ですか、先週の土曜日の阪神競馬場で落馬負傷された、藤岡浩太ジョッキーがですね、まあ僕のこの地元神戸市内の病院で、水曜日の19時49分にお亡くなりになられたということでですね、はい、まあ本当にショックです。木曜日の午前にこの一報を聞いてですね、まあ当然僕自宅も職場も神戸なんで、ちょっと本当にネットで見た瞬間にですね、ちょっと空を見上げまして、同じ神戸市内にいて、まあ藤岡浩太ジョッキーのがね、まあそういう形になってしまったっていうのが本当にショックで、やるせないなと。でお子様も昨年生まれたばっかりということで、本当に奥様、お子さん、まあもちろんお兄さんの藤岡雄介ジョッキー、お父さんの藤岡健一調教師のことを考えると、本当に、まあ、もちろん藤岡浩太ジョッキー本人のことも考えるとですね、もう本当に胸が痛い、まあそんなここ数日でした。まあ本当にね、まあちょっとネット上ではまあ後続落馬した後の後ろにいた馬に乗ってたジョッキーがちょっとなんだかんだ言われてたりとか、そういうのもちらほらと見かけるんですが、まあ競馬っていうのはまあ生身の人間が馬の上に乗ってコントロールして行う競技なので、後続の馬、そしてジョッキーが、目の前で、目の前にあるものを瞬時に避けれるかというと、それは無理だと思うんで、まあ、後続にいたジョッキーを攻めるのは、まあ、これは筋違いだなと、個人的には思ってます。はい。まあ、もちろんね、そのジョッキーの方たちも、落馬とかそういうリスクを背負いながら、マイレース乗ってるので、はい、それはもうみんな同じだと思うんで、はい、まあ、そこをね、とやかく言うのは、まあ、ちょっとやめた方がいいなと僕は思います。はい、まあ、ともあれですね、本当に藤岡浩太ジョッキー、今まで、ジョッキー生活お疲れ様でした。まあ去年のマイルチャンピオンシップで、ナミュールでね、ライアン・ムーアジョッキーが、当日に落馬負傷して、急遽お昼にですね、まあ、藤岡浩太ジョッキーに乗り換わって、まあ、見事勝利に導くと。ナミュールっていうのはね、すごい乗り難しい馬なので、まあそのナミュールを見事にコントロールしての、直線一騎、本当に見事でした。はい。で G1 初勝利もジョー・カプチーノですか、NHK マイルだったですね。でその、ジョー・カプチーノのお誕生日が4月の11日です。はい。で藤岡浩太ジョッキーがお亡くなりになられたのが4月の10日です。はい。まあ、初 G1 を取ったジョー・カプチーノのお誕生日の前日にですね、まあ、お亡くなりになられたっていうのも、まあ一つ何か、まあ縁なのかなという思いもしてます。はい。まあ、何よりですね、本当に、土曜日に落馬して以来以降ですね、まあ 4,5 日、本当に、まあ自分自身とすごい戦ってたんだと思います、藤岡浩太ジョッキーは。ですぐ次の世界に行くんではなくてですね、ジョッキー仲間であるとか、
ご家族だとかとのね最後の別れの時間を藤岡浩太ジョッキー自身が頑張って作られたんだなと僕は思っております。はい、まあ本当に藤岡浩太ジョッキーお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ということでですね、まあ、藤岡浩太ジョッキーのご冥福を心よりお祈り申し上げますと同時にですね、競馬は毎週やってきます。はい、まあ、今週はですね、中山競馬場で皐月賞が行われます。でその皐月賞に、藤岡浩太ジョッキーのお兄さん藤岡雄介ジョッキーがミスター GT で出走しますんで、これ僕、こういうことが起きたからではなくですね、僕はミスター GT、去年のホープフルステークスからですね常に、出るレース全部本命です。はい、なのでミスター GT、まあ弔い星ではって言ったら失礼かも分かりませんが、はい、藤岡浩太ジョッキーの思いも乗せてですね藤岡雄介ジョッキーが頑張ってくれるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、藤岡雄介ジョッキー今週ミスター GT で頑張ってください。そしてですね、まあ藤岡浩太ジョッキーの件はですね、まあショックなんですけども、まあ我々はですね、シルクレーシングさんで一口馬主これをやらせてもらってます。はい、なので今週の相場情報いきたいと思います。まずはシンティレーションです。在給場所はノーザンファーム天栄、天栄担当者のコメントです。この中間は週3回半路コースへ乗り込みを行っており、そのうちの1回は14-13ペースで、残りの2回は14-14ペースで動かしています。予定通り今週からペースを上げていますが動きは悪くありません。ただ年齢の影響もあってか馬体に油が乗りやすくなっている印象なので、その点には注意して進めていきたいと思います。馬体重は499キロです。ということで、馬体に油が乗るっていうのがちょっと僕あんまり表現がわからないんですけど、まあちょっとに肉がつきやすくなってるっていうことなんでしょうね。はい、まあただこれはまあこれから気温が上がるにつれて汗かくんで、まあ大丈夫なんじゃないかなと、はい、あの個人的には楽観視しております。はい、続きましては、アルゲンテウスです。はい、在給場所はノーザンファーム早北、担当者のコメントです。この中間はまだ乗り運動を開始するところまでは至っていないものの、週5回トレッドミルでキャンターを行っています。友を含めて大きな問題なく進めることができていますが、まずはレースと長距離輸送の疲れを取りつつじっくり立ち上げていきたいと思います。ということで、まあ、アルゲンテウスはですねちょっとまあ休養でしょうね。はい、まあこちら1000馬なので、まあ、引退期限はありません。はい、なので仕上がった状態でその時の敵クラ、まあ条件のあったレースですねに出走っていう形になると思います。はい、まあアルゲンテウスは焦らず待ちましょう。続きましてはストロングタイズです。はい、在給場所はノーザンファーム天栄、天栄担当者のコメントです。この中間は半路コースでの乗り込みへと移行しており、週1回は14-14ペースで、残りの2回は15-15ペースで動かしています。徐々にペースを上げることができているように歩様に違和感が出てくることはありませんね。動きはまだもたもたしていますが膝の状態には気をつけつつ調整していきたいと思います。馬体重は512キロです。ということで、はい、まあこちらもまあ割と順調には調整できているんだと思います。はい、ただこれ今4月今中旬になってきてるんで5、6、7、8、4ヶ月半しか期限がございません。はい、まあそこまでに勝ち上がれなかった場合どういう身の振り方をするのかっていうのはね、まあ、シルクレーシングさん並びノーザンファームさんの方でまあ協議されるんでしょうけども、まあできればですね、この4ヶ月半でまずは1勝してもらいたいなと思います。はい、続きましてですね、チェルビック、こちら、在給場所は立東トレセン、池添学調教師のコメントです。先週末は半路コースにてさらっと時計を出しており、今週は10日にシーウッドで合わせて追い切りを行いました。道中はチェルビックが3頭合わせの2番手を追走して直線では真ん中から伸びてこようとするも、先頭を走っていた小馬2勝クラスの馬とは導入、最後方を追走していた小馬1勝クラスの馬には 0.3 秒遅れて終えています。
来週のレースは減量の効く吉村誠之助ジョッキーにお願いしましたから、彼に追い切りも手伝ってもらいました。その吉村ジョッキーは道中は全身規制があって良い走りをしていたのですが、いざ追い出すと切れる足を使えなかったですね。友がハマるまでに時間を要するタイプですし、ワンペースな面を補うという点ではダートはいいかなと思いますと話していました。今日は誘導していた馬の入りが遅くて時計は6波の88秒くらいだったものの、体つきはシャープですし、これくらいの負荷で問題ないでしょう。引き続き馬体の維持には気をつけつつ進めていきますということで、はい。でその追い切りの時計が、立東シーウッドコースやや重ということで、71.4、55.0、38.5、11.6 ということで、はい。まあ、これはいっぱいに追ってます。はい。まあ芝ではねちょっと切れる足が全くなくてですね、まあスタートからゴールまで常に同じ足ぐらいでしか走れない、まあこういったタイプなので、まあ、今回のダート代わりはいいと思います。まあできればですね砂をかぶらず先行できれば、まあ能力は出し切れるんじゃないかなと思いますんで、ここ本当に、今後を占う上でもですね非常に大事な一戦になりますんで、まあこの減量そしてルーキーの吉村騎手の手綱さばき、そして積極性に期待したいなと思います。はい。そして最後、ポートデラメールですね。はい。こちらノーザンファーム信楽にて調整されております。でその、調教主任のコメントです。順調に馬体が増えてきましたので、この中間より周回コースでの乗り込みに加えて半路コースを17-17ペースで途半しています。負荷を強めた後も会話食いが落ちることはありませんし、元気に調教に取り組むことができています。小柄な割にタフな一面を持っている馬ですから、このまま調教を加減せずに進めていくことができそうです。馬体重は408キロですということで、はい。まあ、こちら先週399キロだったんで、まあ、ちょっとね 馬体も増えてきてですね、まあ、いい調整ができてるんじゃないかなと思います。はい。まあこのね相場の、5頭、うん、まあ、チェルビック ストロングタイズがですねちょっと、まあ、期限がちょっと迫ってきてるんで、まあ、ちょっと焦ってはいますが、まあ、シンティレーションあと1年、そしてアルゲンテウスは引退期限なしということで、まあ、そしてポートデラメールは本当に期待の新馬なので、まあちょっとね今年は本当に楽しめるんじゃないかなと期待します。はい。まあ、もちろんチェルビックストロングタイズもですね、勝ち上がってもらってまだまだ楽しませてもらいたいなと思いますんで、はい。これ相葉たちの活躍をぜひ皆さんも期待してもらえればなと思います。はい。まあ、そんな感じでこれからもね、競馬は続いていきます。はい。僕自身も、まあ、今週、ちょっとショックを受けましたが、僕自身もね元気に、これからも今が当たり前と思わず、うん、日々、頑張って、まあ、仕事もですし YouTube もですし、はい。まあ、全力で取り組んでいきたいなと思いますんで、これからもよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。